こんにちは、森です。はい、カメラマン山ちゃんです。本日は森ちゃんがいつもレッスンされてます神奈川県にある湘南銀河大橋ゴルフにやってきてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、こんなに晴れたの久しぶりだったの。いつもなんか、あ、最初雨だったり風ぼうぼうだったりなんかなんか今日はね、あの穏やかですね、はい、過去一、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい、コースならではの、ちょっとあのいくつか教えてもらいたいのを、はい、僕が最近コース行って、はいはい、思いついたので、あ、これ教えてもらいたいなみたいなのあったんで、それを4、5個ちょっとピックアップしてきました、はい、結構あるな、はい、って感じで、1本目ですね、はい、1本目はあの、まあ、ティーショットをまず打つじゃないですか、その時に、最近こう気持ちよく振れるようになったんで、打って飛距離も出るんですけど、やっぱちょっと曲がるんですよ、やっぱ特に右に、振り遅れて、でその時に、まあ、傾斜にぶつかってコロ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 ってボールが戻ってきて、もっとフェアウェイの方に落ちてくれって思うんですけど、まあ、途中で止まりますと、はい、でそれがそうちょっと、ね、はい、こんな感じってあれで、ボールは傾斜でも自分が立つとこは、まあ、なんとか傾斜じゃなくてフラット、こういうことね。そう、こうじゃなくてね、なんかこう余裕じゃんと思うんだけど意外に当たんなくて、はい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 、で一回こんな感じのミスっていうのを取ったんで、ちょっと見てもらおうかなと思います。どうぞはい、こんな感じ、はい、すごい喜んでますよ僕のミスショットに対して。いやいやいやあのそうなんですよ、これ出るとマジ心折れんのね。あのここの練習場、まあ、だからフラットだから、ただ右行ったかなだけだけど、実際のコースは傾斜が続いてるから、また傾斜にぶつかって、またガタ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 ってゴルフボールが戻ってきて、同じこと何回かやるとマジってなっちゃうのね、はい、上級者の方にはないシチュエーションかもしれないんですけど、まあ、やらかしてしまった時にあるなと、さらにやらかしたくないっていうところで何を意識したらいいかってことですね。で短く番手を持つではなくて、やっぱできるだけ距離を飛ばしたいみたいな、UTT とかでやっぱちょっとグリーン周りまで近づけたいとか、そういう時にミスします欲張りだな、はい、ってことでお願いします。はい、普通の足元とボールがどっちも傾斜にある時と違って意識することは2つ、はい、1つが足のこの重心の位置ですね。どういうことっていうと、こう全部が傾斜にある時ってつま先が思い切り上に上がるんで、まあ、かかとの方に体重が乗りやすいんですよ、に対して一方平らで傾斜だとボールが近いのに対してこう近づきやすくなるんですね。特にボールが近いからクラブ短く握るじゃないですか、とこう届かそうとして重心が前に行っちゃうと突っかかってダフったりとかしやすくなっちゃうんですね。だから足元もボールも傾斜地にあるときはスムーズに振り抜けるのに、そうじゃないって人は意外と足のこの重心の位置、特に前後が後ろじゃなくて前にかかっちゃってる場合が多い。確かに、さっきも多分動画山ちゃんのやつ見てもらえば全部こう多分前の方に行っちゃってるんで、重心をかかとの方に乗せてあげることが一つ。あ、でも、もう一つが、まあ、短く握るけどこう前じゃなくて前傾は浅めに、まあ、かかとの方に乗せれば自然と浅めにはなるんで、まあ、その分だけ近づいてあげて、なんか棒立ち状態にして打ってあげる、まあ、ここはかかと体重すれば自然とこう上がるところではあるんですけど、そこの2つ意識しながら打ってもらえるといいかなと。前にして、さっきみたいに山ちゃんみたいに前にして短く握ってって打っちゃうと多分、ああそう、すごい引っ掛けたりってことか。そう、突っかかったりしちゃうんですよね。そう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 、右ばっかりじゃなくてあのミスもやっぱ出ます。そうで左行っちゃうと怖いから、次こう肘抜き始めるとピシッてこう右の方行っちゃったりとか、体が勝手に反応しちゃうんですよね。こう前に行くから左に行くと思ってこう抜いたりすると右行っちゃうとか。そうですね、ちょっと起き上がるかもしれない。そうですね、勝手に行こうとして多分傾向として、だからちょっと短く握るけど体重はかかとの方で前傾は浅めにしてあげて打ってあげるっていう感じ。おお、そうと綺麗にクリーンに打てるっていう感じかな。あ、なるほど、かかと
なんか不思議な感じすると思うんですけど、ボールが近い分ね、なんか自分からこう離れて立つってなんかすごい違和感あると思うんですけど、かかとにして、まあ、短く握り前傾は浅め、うん、ちょっと結構スムーズに振り抜けるかな。特に UTT でもこんな傾斜も結構角度といったら強いじゃないですか、うんうんうん、だこのぐらいの傾斜でも結構綺麗に振り抜くことはできてくるかなっていう感じ。体重の位置前傾、じゃあやっぱりいつもの重心よりも、まあ、ちょっとかかとを、かかとです。なんならちょっとこうやって上に上がってなんかこの辺かなみたいな確認してもらって、そこの位置の同じところにこうやって乗せてあげればいいだけなので。確かにっていう確認の仕方してあげる。一回傾斜に入って、そうか、そうそうそう、そうやっちゃうのがちょっとかかとだと、まあ、人によってはこう乗りすぎちゃったりとかするんで。確かに確かに、その傾斜に合った体重の位置だからちょっと前行って。そうだよね、同じ角度だからね。あ、そうそうそう、それいいね。おこうかなみたいな、でそのまま下がるみたいな。あ、そう、その体重のバランスを知るために練習した方がいいのかなと思ったけど、いらないじゃん。いらない、ね、ちょって一回そこでね、感覚試し、重心を、ね、感じて。そう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 、でちょこちょこちょこってこう戻るだけ。オッケーです。あ、オッケー、ありがとうございます。一個気になったのが短く持ってって話で、うん、これは絶対短く持った方がいいんですか？短く持った方がいいです。あの、例えばそれが7番アイアンとかでも短く持った方がいい。持った方がいいです。なんでってボールが近づいてる事実は変わんないから。ここにある時で平面時よりもボールは近づくじゃないですか、はい、その分だけ、だ変な話、ここにボールがあったらこれだけ短く持たないと当たっちゃうじゃないですか。それと同じ原理、短く持つは短く持つ。うん、けどそれに対して前に行くと突っかかるよっていうだけの話で、長さを調整しないとやっぱそれも当たらない原因になるってことです。当たらないです、はい、あ、じゃあ2つですね。僕あのその距離でもう例えば170で4番 UTT だったら、うん、170でその傾斜でもその UTT を持ってって短くしたと飛ばなくなるから、うん、多分さっきの動画も短く持ってないんですよ。はいはい、あ、それは一緒、短く持つ、かかと、まあ付随して前傾かなですね。でかかとはどれぐらいかちょっと前出て、あ、ここねってテチテチ下がるだけって感じ。超簡単じゃないですか。それだけです。そのまま打つ。じゃあそこを意識して練習してもらいたいって感じ。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんな感じで、うん、うん、まあでも多分いると思うし、いると思う、やっぱここぞって時に飛ばしたい時にやっぱそういうシチュエーションあると思うんで。飛ばしたい時は特にね、ボールにふっと近づきやすいから そこは注意してもらいたいところではあります。うん、はい。でもああいうところって跳ね返ってくるからラッキーはラッキーですよね。だから気持ちよく振れちゃうんですよね。最悪跳ね返ってくるかみたいな。まあそれもゴルフあるあるですね。はい、まあ、今回動画はこれで1本目終わって、はい、次2本目いっちゃおうかなって感じで、はい、まあ、次回の動画も楽しみにしてもらいたいのと、はい、森ちゃんのレッスン動画が今60何本かいってて、はい、100本いきたいんですよね。あと30本ぐらい。はいはいはい、はい、でなんとネタ詰まりで。だってさ、そうだよ、だって僕上手くないから浮かばんよ。そうっていうのもあって、そうそうそう、もう今回みたいにそのコース行ってこれ知りたかったとか、うん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 、なんかそういう、そう、欲しい、ぜひ、あの、何でも限定100本行くまでなんで、100本行くまで先着順で、なんでちょっとぜひこれ知りたいです、これ知りたいです、もう1人もう5個とかいいよ。なんかいいよ。あんまり来ない、絶対ならしないでください。でもぜひぜひご協力よろしくお願いします。ご協力お願いします。はい、では動画終わりたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。